イサベルデ・アラゴン・カスティーラは、ポルトガル王マヌエル一世の王妃。ポルトガル名はイザベル。アラゴン王フェルナンド二世とカスティーラ女王イサベル一世の長女として生まれ、弟フアンの誕生前と創生後に、王位継承者としてアステリアス女皇となった。1490年、ポルトガル皇は本祖ンソと結婚した。政略結婚であったが幸せなものだったという。 5年後に、アフォンソが狩猟中の事故で救世し、カスティーリャへ帰国する。再婚せず修道院へ入りたいという願いは両親に受け入れられず、1497年にマルル一世と再婚する。同年、両親の一人息子で、弟のアストリアスコーフアンが救世したため、イサベルが多い継承者となった。1498年、ポルトガル、カスティーリア、 アラゴンの王位継承者である長男ミゲル・ダッパスを出産したものの、イサベルは産直死した。ミゲル王子も2年後に創生し、マヌエルのスペイン王位への野望はついえた。なお、マヌエル一世は、その後、イサベルの妹マリアと、その死後に、イサベルの命令をノールと再婚した。ありがとうございます。